こんにちは、インタビュアーのあえらです。本日はこの方にお話を伺います。私立恵比寿中学の出席番号5番安本彩香です。よろしくお願いしま す。すごいなんかちゃんとインタビュアーっぽい感じで始まったね。最初だけ、ここからボロボロなんで形から入っていこうかな。ラフにいこうお願いします。お願いします。はい、ということで私立恵比寿中学さんは今年15周年ということで、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。本当にこの15年を振り返って、はい、もう早速質問になっちゃうんですけど、はい、特になんかこの場面が感動したなとか印象残ってる場面ってあったりしますか？なんだろうな、でも、はい、やっぱエビチューは15年間でたくさんのメンバー編成を重ねてて、ね、卒業があったりとか新メンバーが、はいはい、入ったりとか、やっぱその節目になるタイミングはやっぱりいつも思い出に残るっていうか、はい、なんかなんだろう、こう新しくなっても、はい、あのみんなに好きでいてもらえるエビ中になるぞっていう気合と、はい、その送り出すメンバーへのなんか応援の気持ちとっていうので、はい、やっぱりそういう節目のライブは印象深いですね。でも私すごく本当にすごいなと思うのが、私たちは結構 3B ジュニアとかからなんか少なくなったって形なんですけど、新しいメンバーが入ってきたこと一回もなくて、でなんかメンバーに話してて、なんか新しいメンバー入ってきたら絶対なんかうまく話せないよねっていつも話すんですけど、なんかエビチューさんはなんかみんながすごく仲良くて、その新しくココナちゃんとか若い後輩のちゃんとかも入っててもなんかすごい一緒に楽しく話してるイメージがあって、なんか彩香ちゃん的に意識してることとかあるんですか？あー、でも確かにすごくあの小さい頃からそこは意識してるというか、なんかこう、うん、なんか入ってきた子が居やすい環境みたいなのは意識して喋ってるのもあるし、はいはい、なんかみんながみんな、うんうんうん、あのその残ってる既存のお姉さんたちが結構平和主義だったりとか、はい、なんだろう、楽しいこと好きだったりとかするから、うんうん、そういうのでなんかもう本当に小さい頃の無邪気のまんまでいてるお姉さんたちがふざけてて、はい、そこに入ってきてくれてみたいな感じで、なんかもうむしろあの妹ちゃんたちの方がすごいしっかりしてるし、すごいちゃんとしてるからなんかそういうのもあって、もう本当に妹のみんなの性格とか人柄もあって仲良くできてる部分も多分たくさんあると思うから、もうみんなのおかげで成り立ってますなんか流行ってる遊びとかあるんですか？なんかやっぱ現役学生の子とかいるじゃないですか。そうだね、私たちはもうみんな卒業しちゃったから、そっかそっか、流行りとかも全然わからなくて、なんだろうな、流行りか。でもそういう点で言うと、はい、あの学生の妹ちゃんたち結構流行りに疎いかもしれない。意外とココナとかも、はい、なんか自分の好きなものはあるけど、うんうんうん、なんか流行り、何流行ってんのってやっぱ聞くけど、うん、わかんないっす言いそう言いそうなんかココナがギャルの友達がいて、はい、そのギャルの友達曰く、なんか抹茶味のアルフォートがギャルの間で流行ってるらしい、うんうん、そう、意外、ま、多分そこの界隈だけなんだと思うんだけど、はい、そういう情報とかたまに教えてくれる。確かに抹茶味のアルフォートは美味しいけど、美味しい、めっちゃ好きだけどそれがまさか流行ってるものだとは。すごい、なんか私もエビチューさんになんかもし入ったらどうなんだろうなとかめっちゃ想像して、うんうん、なんか私本当に人見知りだから、うんうん、そのやっぱなんか年齢のなんかその5個違うだけでもなんかやっぱ話しにくかったりとかもするのかなとか考えたってたので、でも意外とそういう先輩方がめっちゃ話しやすいって言ってたので、なんかすごい心配もいらないだなと思いました。楽しそうです。なんか楽屋のたまに一緒になったりとかするじゃないですか。めっちゃ楽しそうだなって思ってます。ワイワイしてるもんね、いつもね。もう雨降らしちゃうもうるさいだけなんでそうなんだ。逆にその15年前となんか全然変わらないなっていうメンバーとか、逆にこういうとこ変わったなとか、有名なさんとかいらっしゃいますか？そうだな、でも一番15年で言うと長くいるのがまやさん、まやまで
真山は本当に変わらない、ね、なんか真山が変わらないから、はい、エビ中が変わらないでいてられるんだなって思うくらい、はい、本当に見た目も変わらないし、うんうんうん、なんかこう考えているなんか元々持ってる考えだったりとか、うん、エビ中に対しての思いだったりとかは本当に全然変わってなくて、なんかだからこそついていけるなんか一番上のお姉ちゃんって感じがかっこいい、かっこいいよねめっちゃかっこいい。でも本当にその合唱バトルでリカちゃんとも一緒にやらせていただいた時に、うん、なんかなんかどんどん若返ってるみたいな確かになんかどんどん最近よく言われてるね。そういうなんかエビ中さんみんなそうな気がしてて、あでもそうかもね。やっぱみんなその下がどんどん入っていくことによってその学生のムーブを感じてるからなんか自分もそんな気がしちゃって、本当制服とかも着るし、なんかだから多分ずっと若い気持ちでいてるんだろうな。すごい、もうそれがもうすごいなってずっと思ってました。本当どんどん若返ってて綺麗になって、いやいやいやめっちゃ思ってました。でもなんか同い年のさ、はい、だからそれこそ本当にスタプラの子たちがさ、はい、あのちっちゃい子供ちゃんだったのがさめっちゃ大人になってるじゃん。そうなんです、結構もう二十歳超えてる子がほとんどになってる。ほとんどですね。そうだよね。花も今年の2月でやっと二十歳になるので、うん、そうだよね、はい、だからさスタプラでこうレッスンとかリハで集まるとさ、うん、今までと空気が全然違うっていうか、確かに大人の空気だからなんか自分らだけが取り残されてるような気持ちになってやばいやばい、みんなちゃんとしてるから自分もちゃんとしないとみたいな気持ちになって、本当になんか見た目ももちろんだし、はい、なんだ佇まいとかも本当にみんなお姉さんになってて、はい、嬉しい、びっくりする。この本当に去年のスタプラフェスでもそれすごい実感して、はいはい、びっくりしました。なんか本当にやっと二十歳になったんでもっと距離縮めていけたらなってめっちゃずっと思ってて、ね、頑張って話しかけた。ぜひぜひこれを機にね、はい、プライベートとかでもね行きたいです。行きたい。でもうち本当に誘いベタで誘います。ぜひ誘ってください。頑張ります頑張りますちょっとなんか、はい、あのすごいカースト感じるように見えるけど確かに前から見たら前から見たらそう